ちは。こんにちは。いかがでしょうか。ふくらはぎと、はいはいはい、腰が痛いっていうのと、あ、はい、お腹、はい、っていうか内臓が、はい、調子悪いっていう感じです、はいはい、冷えなんですかね。おーおーおーおお、夜だけ痛いみたいな。はい、夜痛くなるんですね。前回やっぱりちょっと反り腰は少し治ったんですけど、はいはいはい、やっぱりお腹が張ってくる、うん、出ちゃうような感じ、サイズダウンしたりみたいな、便秘になっちゃってるってことで大丈夫ですかね。一応まあ出る日もあるし、はいはい、落ち着いたんですけど、やっぱ精神的にグッて行くときは出ないですね、はい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 、ああ、ちょっとストレスも多くなっちゃってるんですかね、最近。ストレス多分9割だと思うんですけど。ああ、本当ですか、はい、ただでもやっぱり動かしてもらうとまた体の軌道も変わってくると思うので、はいはい、かしこまりました、はい、ではそのような点を踏まえさせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。肩首先、お腹先、どちらがいいってありますか。あ、じゃあ肩首、肩首先で、はい、かしこまりました。お腹の方が温めますね。首メインでやってきますね、はい、
くすぐったさ続いてますか？あ、だいぶ和らぎますね。頭の形もすごいですね。ああ、そんな気は薄々と、うんうん、口の中乾いて感じるとかいうことないですか？ん？口の中が乾くなとかっていう感じもないですか？ああ、結構昔からありますね、はい、あ、そうなんですね、うん、確かに寝てる時とかよく飲んじゃいますね。あ、途中で起きて飲んで、あ、口が乾いて、うん、トイレ行ってみたいな。あ、うん、多分ちょっとあの口が開きやすくなっちゃったりとかもあると思うんですよ、うん、なのであのアユベ体操っていうんですけど、うん、口
口を大きく開けたりすぼめたり、はい、舌を出したりっていうことをやって口周りの運動をやって、うん、あの正しい位置に舌が来るようにとか、うん、お顔周りの筋肉が強化して口がしっかり閉じていられるようにとか、うん、っていうところも改善されないと睡眠の質がとか、うん、お食事が、うんうん、っていうところもあるかと思いますね、うんうん、そもそもちょっと自律神経が調子悪いと、うん、あの唾液の分泌量とかも減ってしまったりがあるんですけど、うんうん、その口周りの筋肉の衰え弱さっていうものがあることによっても引き起こされてしまいますので、うん、ちょっとねあの強化していく必要があると思いますね。あのやっぱり唾液がしっかり出るっていうことが、まあ、若い体を維持するのにも必要ですし、うん、あ口が乾くとどうしても食べ物がまず口の中で、まあ、よく噛むっていうことで、うん、あの消化を助けるようになってますので、うん、結構食事の時とかも飲み物取ったりとかしながらですかね。はい、あそれだと余計あの唾液が仕事をしてないので、うん、胃の負担が増えちゃうんですよ。薄まっちゃうじゃないですか、こう水取りながら食べてると、うん、なのであの極力ご自身によって、まあ、口の中で第一消化をすると、うん、あの胃の負担を減らしてあげるっていう風にすると胃もたれも起こりにくいですし、うん、あとは日常的に唾も飲み込んだ方がいいんですよ、うん、唾が天然の胃薬って言われますので、うんうん、そうですね、まあ、ストレスが強いことによって、うん、いろいろとこう細かいそういった分泌が減ってしまっているっていう、まあ、それによって乾燥するとか持たれるとか、まあ、便秘になるとか全部続いてきてしまっているとは思うんですけれども、うん、意識的にやはりその活性化するような動作を入れたりとか、うん、あとはイメージですね。やっぱこうあの実際に酸っぱいものを置いたりするのもいいんですけど、うん、考えただけでもちょっとこう口の中に唾液って出やすくなりますので、うん、あの日常的にそういったこう刺激を与えるように、うん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 、梅干し梅干しレモンとかを、うんまあ、積極的に取ったりもそうですし、うんまあ、なければこうイメージで補うっていうか、うん、はい、まあ、なるべくちょっとそのお食事中に水分その何かね飲み物をであの飲み込むっていうことも避けた方がいいです。うん、唾液で飲み込むように。少しリラックスしてきましたかね。この辺はだいぶ柔らかくなってきましたね、うん、痛くなくなりました。はい、多分かなり無意識に力が入っちゃってたんですよね、うんうん、ちょっとリラックスするまでに時間がかかるようになってしまってるので、うん、うんまあそういったこう外からのねストレスを減らすってこともそうなんですけど、うんストレスがある時の体の状態になってしまっているから、うんまあ、体の調子が出ないっていうことにもなっちゃってるので積極的にまあ体を強くするっていうかね、うん、はいなるべくこう唾液の分泌を促すとか筋肉を強化するっていうことをして、うん、はいストレスが来ても負けない体作りって言いますかね、うんうん、結構
ゃるように悪循環になってしまっているので、ちょっとやはりそれを変えるためには、うん、積極的に生活を変えていくとか、あの、うん、気分転換をするっていうことも大切になりますのでね、うんうん、アイウェイ体操ちょっと練習してみますか、うん、大きく口開けて、あーあーと発声してください。ああ、ちょっとこれ小さいですね大きめにあーって、あーあーですね。今度は横に広げて、いーで思い切りひょっとこのように口をすぼめて、うー、これもすぼめが足りないですね。もうぐぐっと口をぎゅーっと突き出すようなつもりで、うーうーで、今度はベロを突き出してベーですね、ベー、あー、ちょっとベロにひび割れできてますね、うん、ベロの調子も良くないですね、うんうん、胃の調子が悪いっていうのが あるのでね、その辺も出てるかとは思うんですけど、あの、積極的に使うことによっても潤いが出てきたりですとか、うん、はい、まあ、やはり普段多分こうあんまりその舌もね動きが少なくて、うん、そうするとやっぱりこう下の方に落ちてきてしまうんですよ、ベロが、うん、それによってこう顎が下がって口が開いてしまうっていうのがありますので、なるべくこう普段も舌の先が上の歯の裏側についてるように、うん、はい、というふうなこととかもやっておくといいと思います、うん、結構体に意識向けて動かしてあげると、その間心が休まりますので、うん、うん、体を動かさないと結構考え事も多くなってしまって、うん、嫌なことをなかなか忘れられなかったりとか、うん、確かに、うん、家にいるの苦手な人も多いですもんね。そうなんですよ、なんか家にいるとなんか暗くなっちゃうとかね、うん、はい、まあ、実際そういうところはあるんですよね、うん、こう歩いてたりすると結構その外からの刺激でそういうこう嫌なこととか忘れやすくなるので、うん、気がまあね、気が散るっていうかね、うんうん、やっぱこうじっとしてると結構変にねこだわっちゃったりとかが多くなりますので、そうですよね、モヤモヤが、うん、モヤモヤがこう増幅していったりしちゃいますので、うん、まあ、なるべくねやっぱりそういう意味でも家の中にいてもいいんですけど、まあちょっとやっぱり普段しないことをするようにしたりとかして、うん、うん、体をやはりね、こうリフレッシュさせてあげたりとか、強くしていくっていうことをやった方がいいですね。結構ただ休んでるだけだと休まらないっていうのもあるので、うんうん、それよりかは運動ですとかね、あの、別の動作などをしてあげて、うんうん、まあ、気持ちを、まあ、積極的な気、そちらの方が実は体が整うので、うんうん、ですね、確かに休養日だと思って何もしない日つくと、うん、逆に次の日体調悪かったりとか、うんうん、そうなんですよ ね、 すよね、はい、休養できてみて思い切ってね、例えば温浴施設に行ってみるとか、あ、それはよくやります、はい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 、そういう風にする方が、ね、そうですね、あの、体の調子は良くなると思いますよ、と出るようにしますね、うん、胸の下あたりまで下げてさせていただいて、お疲れ様でした。お疲れ様です、はい、またよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。モーハさんはインスタグラムで、はい、大丈夫ですか？他に何か告知とかありますか？ないです。大丈夫ですか？ではモーハさんのインスタグラムのリンクを貼っておきますので、はい、ご興味ある方はチェックしてください。お願いします。はい。See you.